森の都仙台です。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズナイトゲームの模様を楽しくお届けいたします。この試合の解説は達川光男さん、西崎幸弘さん、このお二方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるリポーターです。はい、我々二人が一塁と三塁側に分かれてたくさんの情報をお知らせいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、いよいよ試合開始まであと少しです。このゲームの先発ピッチャー松崎、バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。重い球質の威力ある速球に大きな未来が宿る。大化け期待の左の待機、松崎慎吾。打ってよし、守ってよし、走ってよし、全てに無限のスケールと可能性を秘める逸材。将来はリードオフマンかクリーンアップか。坂口智隆。マウンドは先発ピッチャー松崎。今日の第1球、まずはストライク。カウント1ストライク、ノーボールです。坂口、すでにプロ入りから6年目となりました。2球目はどう攻める。さあ、この当たりは打ち上げて右中間へ。まずは先頭バッターヒットで出ます。中継に入る。ツーベースヒット。坂口センターへヒットを打ちました。職人肌のシュアな打撃と軽快な守備、オリックスの未来を支える若きいぶし銀、大引き刑事。ノーアウトです。何から持ってくるか。まずはボールから入りました。ノーワン。2番バッター大引き。さあ、次のボールはインコース、ストライク。ワンエンドワンです。いきなりヒットでランナーを許しています。1回の表、3球目はどうする。決まった、外いっぱい。カウント2エンド1。さあ、第4球打っていった。打球はセカンドへ。セカンドが抑えます。1塁、これは十分間に合います。アウトです。これでワンアウト、ランナー3塁に変わりました。どんな球種もコースも力強く弾き返す高次元の対応力、パワーとテクニックを兼ね備えた広角スラッガー、グレッグ・ラロッカ。この回はワンアウトになっています。第1球、初球振りません。ワンストライク、ノーボール。3番バッター、ラロッカ。さあ、どうでしょう。ここはスライダーできました。平行カウント、ワンエンドワン。先頭バッターにツーベース、その後は内野ゴロに終わらせました。さあ、3球目、あっと、いい当たり、ボールが返ってくる。サードランナーがホームに帰ります。1対0、先制点はバファローズ。初回から主導権を取っていきます。昨年日本球界へカムバック、左右にアーチを叩き込む年齢とは無縁のパワーを炸裂させた帰ってきた左の大砲タフィーローズ。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分1厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が42となっています。初球高めに来ました。ノーワンです。初回いきなりの失点を許しています。わずかに外れてノーツー。続けてボールになりました。得点差わずか1点、バファローズがリードしています。アウトコースへ決めました。ワンエンド2です。バッターは DH ローズ。さあ、バッターちょっと有利か。これも強烈な打球。今のは打ち損じって感じがするんじゃないですかね。はい、今のバッター悔しいでしょう。これは速いスライダー。フルカウント 2-3。さあ、ツースリーになった。バッター振って三振、アウトだ。結局三振ゲッツ。さあ、今のプレイもう一度見てみましょう。さあ、イーグルス1点を追いかけます。
生バファローズの先発ピッチャー川越。さあそのピッチングはどうか。縦横無尽の変化球で打者のタイミングとバットの芯を外す円熟のピッチング。職人芸をさらに探求するベテラン川越秀隆、内野守備の名人としてルーキーイヤーから抜群の存在感。自慢の快速は攻守にわたって絶大な威力を発揮する軽技師渡辺直人。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割6分8厘のアベレージ、そして本塁打の数が2となっています。低めのボール打って、これはピッチャーの横、ピッチャー取りました。田辺ピッチャーゴロに終わりました。完成された守備能力にチャンスでの勝負強さ、そのプレースタイルはまさに職人。走攻守に穴のない名脇役高須洋介。高須、今年で11回目のシーズンとなりました。さあ最初の1球、初球は際どいところに来ました。カウントノーワン。ここも抑えて2アウトにしたい。2球目です。ボールになります。2球変化球できました。バッターは2番高須。さあ3投目、ここはストライクを取りました。カウント1エンド2。ワンアウトになっています。バッティングカウントになった。これは際どいか。ツーツー。さあ何を見せるか。変化球を打っていった。これはセカンドの上、高須セカンドライナーに倒れました。強打と高打を合わせ持つ高い打撃センスは今なお進化し続ける小さな巨人草野大輔。草野、3度目のシーズンを迎えています。どこから攻めるか。まずはシュートから入りました。ノーワン。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割2分、そして打点の数は44となっています。外、外れてボール。ボール2つ続きました。バッターは3番草野。さあ第3球、しかしこれは外れています。ノースリー。この回まず2アウトを取っています。さあこれは変化球決めました。ここでストライクカウントが入りました。2アウトになっています。さあ5球目、丁寧にコーナーをつきます。これは見送っただけになりました。フルカウントまで持ってきた。バット空振り三振、3アウトチェンジ。最後はバットに当てさせませんでした。さて試合は1点差のまま2回に入っていきます。超人的フルスイングで広角に驚異的な弾道、投手の背筋を凍らせるベネズエラの怪物アレックス・カブレラ。さあ第1球、まっすぐを打って打球はセンターへ上がった。しかしこれはセンターの守備範囲、カブレラセンターフライに終わりました。相手投手に鳥肌を立たせるパンチ力とバットコントロール、新たな舞台で飛翔する天性の飛ばし屋浜中治。すでに1点を許しています。何を投げてくるか。まずは見送りました。バッテリー外してきます。この回はワンアウトになっています。2球目はどうか。あっと低め、148キロです。1対0バファローズがリードしています。3球目、低め打ちました。セカンドへの打球抑えた。ファーストへ。一塁はアウトになります。浜中セカンドゴロに終わりました。全ての打順、全ての内野ポジションに器用な攻守で対応、高品質マルチプレイヤー後藤光孝。このゲームの最初の打席になります。さあ最初の1球、
その初球ボールになりました。この球は外れています。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが2割5分5厘のアベレージ、そしてホームランの数は10となっています。空を切ります。でもストレートでもね、結構ピッチャーによってはね、癖もありますからね。ですね。2アウトになっています。さあ3球目入れてきました。2エンド1です。さあ4球目ボール球を振ってしまいました。これが今の三振です。さあイーグルス1点を追っての攻撃です。監督のアドバイスで配球の読みが深まり輝きを取り戻したベテラン大砲、豪快なパワーヒッティングは今年も健在。豪打一筋山崎武史。1投目最初はシュートを持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。今日最初のバッターボックスです。さあ第2球いい当たり、サードへの打球サードが取ります。いい当たりでしたがサードゴロです。山崎サードゴロに終わりました。日本人投手の変化球攻めにも難なく対応する天才的なバットコントロールに、内外野のポジションもこなす有料助っ人ハイレベルマルチプレイヤーリック。5番バッターリック、どこに入れてくるか。初球から打っていきます。素直なバッティングはセンターに抜けます。ヒットになった。同点のランナーが出ます。楽天打線に重みと怖さを加える広角へのパワフルヒッティング、主砲の重責を果たす右の大砲フェルナンデス。さあイーグルスワンアウトからヒットが出ています。1投目まずは外から来ました。ワンナッシングです。この回ヒットを打たれています。どう攻めるのか。これはスライダー、変化球変化球ときました。次のボール注目しましょう。これは大きく外れました。いや西崎さん、今日のピッチングはどうでしょう。まあチェンジアップはいいように思えますけども。はい、確かにバッター手を焼いています。さあ4投目インコース、最後はインコースに来ました。野球にかける熱き思いでラインを、そしてベンチを鼓舞、勝利を引き寄せる魂のチームリーダー磯部浩一。7番バッター磯部、いきなり牽制。先ほど去年の成績が紹介されていましたが2割7分7厘のアベレージ、そして打点数は48となっています。低めから攻めていきます。カウントワンストライクノーボールです。この回ワンアウトからのヒット、その後三振を取っています。さあ2球目は外、これはボール、ボールカウントワンエンドワン。今日の1打席目になります。これも牽制、ファーストランナーを返せば同点になります。さあ次の3球目まっすぐで決めました。ここは追い込んでいます。さあ第4球打ちました。打球は右へ、しかしファウルになります。依然カウントは2エンド1、外れてボール、ボールカウント2エンド2。さあ6球目はどうする。ストレート落ちました。左への打球になりました。ファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。2回の裏を終了、イーグルス得点はありませんでした。投手陣を深く理解したリード、パワーを秘めた打撃、
扇の要として存在感を高める勝利のナビゲーター日高武史。得点差わずか1点、バファローズがリードしています。どう組み立ててくるか。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライクノーボール。今日最初のバッターボックスです。2球目です。まっすぐを持ってきました。ツーストライクです。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。外のボールは右方向。次の4球目、今のはちょっと危ない投球です。これはストレート。カウント2エンド1。次が5球目、ストレート左への打球、取って一塁へ。アウト。日高ショートゴロに終わっています。俊足高打でチャンスメイク。ワイドな守備範囲で敵のチャンスを伐採。スピード駆使したアグレッシブな攻守が光るベテランスピードスター、村松有人。昨シーズンの成績出ていましたが、2割8分9厘のアベレージ。どこに入れてくるか。おっとバッター危ない。最初はボール。バッテリー1球外してきました。ここまで1点を与えています。次の第2球、これは手が出せないか。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。村松18回目のシーズンとなりました。さあ3球目は高めの球、ストライク。2ストライク。追い込んでいます。さあ次の4球目は、このまっすぐは外れました。高めの球が集まってるって感じするんですけども、はい、一発のあるバッターには要注意です。さあ何を見せるか。今度もまっすぐできました。フルカウントになっています。さあ2エンド3。フォアボール。フォアボールです。これが今日最初のフォアボールになります。ここで打順が一巡します。坂口、左のバッターボックスです。イングルスファンで埋め尽くされた仙台から、実況生中継でお送りしています。最初はストレートから来ました。ワンナッシングです。バッター坂口、次の2投目、まっすぐできました。バッター慎重に見ています。さあ勝負するんでしょうか。見送った。ボールカウント2エンド1。さあ第4球、これは変化しました。今のよく見ましたね。はい、バッター見ていました。さあ5球目、これはまっすぐ。2ストライク3ボール。フルカウントからの6球目、ランナースタートした。そして次の2番大引き、自ら得点圏にランナーを進めています。さあ最初の1球、初球を投げてストライク。カウント1ストライクノーボールです。なおもワンアウトです。2球目です。高めストライク。ストライクが続きました。一気に来るか。外の球は外れています。ボールにしてきました。さあ4球目、打ちました。これはバッテリーの配球勝ち。二塁はアウト。大引き、セカンドゴロに終わっています。そしてクリーンアップという場面、ラロッカ、そのバッターボックスとなります。まあランナー置いてね、ホームランバッターですよ。ピッチャーも失投できませんからね。はい、ここは一発のある怖いバッターを迎えています。初球インコース。まあ昔と違ってね、今はまっすぐでもまっすぐとは限りませんからね。ですよね。アウトコース。ワンエンドワンです。
初回の第一打席、先制のタイムリーヒットを打っています。さあ3投目、ここは見ます。ワンツー、バッターラロッカ。さあバッティングカウントどう攻める。さあいい当たりだ、入るか入るか、入ったか、フェンスを越えていきました。スリーランホームラン、ここで一発が出ました。ワンインのケースパ宮城、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。3回の表、ここでホームランが飛び出しました。今ホームインしました、4対0。そしてベンチ前、ファンも喜んでいます。3点を追加、リードは一気に4点、広がりました。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。この前半戦で試合を決めにかかっています。そして次は DH ロード、3回の表2アウトです。どこに入れてくるんでしょうか。初球は手を出しません。ボールカウント1ストライク。次の投球が今日の50球目、どこに構えるか。スライダー、カウント2ストライク、ノーボールです。さあバッターはどうする。今度はまっすぐ、この球は外しています。さあ4投目、これも痛烈な当たり、ラインギリギリ、これはファウルボール、カウントは変わりません。2エンド1、これも強い当たりだ。3回の表が終了、バファローズ3点を追加、4対0、点差を広げました。卓越のミート力と俊足でブレイク、長打の素質も見せ始め、その可能性は広がり続ける。チャンスの開拓者、鉄平。3回の裏、イーグルスの攻撃、どこから攻めるか。最初は外のボール、ワンストライクです。鉄平、今年で8回目のシーズンとなりました。さあどうでしょう。ストレート、この誘いには乗りません。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割5分4厘のアベレージ、そして打点の数は48となっています。直球で決めました。西崎さん、このピッチングはどうご覧になってますか。今日は素晴らしいピッチングをしてますよね。ですよね、素晴らしい投球を見せています。さあ第4球、外へ持ってきました。平行カウント2エンド2。さあ何を見せるか。あっと、これはいい当たり、これはセカンド一塁へ送ります。これは一塁アウトです。野村の教えに耳を傾け導き出した配球術は荒削りながら光るものあり。素早く正確なスローイングは見るものを魅了する。スナイパー島本博。ワンアウトになっています。どこに入れてくるか。初球スライダーで入りました。ノーワンです。島、入団したのが去年、2年目のシーズンになりました。このボールはどうか。外、これはどうか。ワンエンドワンになりました。9番バッター島。さあ第3球、インコースちょっと外れた。ボールカウント1エンド2。今日の1打席目になります。バッティングカウントになったが、スライダーできました。カウント2エンド2。さあ5球目、これも鋭い当たり、ショートへの打球、一塁に送ります。これは一塁アウト。島、ショートゴロに終わりました。この回打順が一巡してきました。渡辺直人、右の打席です。2アウトになっています。第1球は外から攻めていきます。ワンストライク。2
2回目の打席はどうでしょうか。さあ2球目、低めインコース、2ストライク。3球で決めてくるか。外への変化球外れました。低めを丁寧に攻めています。さあ4球目、引っ掛けました。セカンドへの打球、セカンド取った、ファーストへ、一塁アウトで3アウトチェンジです。3回を終了、イーグルス3人で攻撃を終了しています。4回の表、バファローズの攻撃、バッターカブレラ右打席に入っています。初球はどうでしょうか。初球は変化球、当たりません。なかなかタイミング合いません。ファースト、カブレラ。バッターは5番カブレラ、どこに構えるか。今度はストレートを持ってきました。ボールカウント2ストライク。遊び球あるのか。今度はスライダーできました。2エンド1です。さあ4球目、あっとこれはいい当たりだ。これはセカンド取りました。しかしこの打球はセカンドの守備範囲、一塁はアウトになります。そして次の6番浜中、右のバッターボックスに入りました。最初のボールは、その初球は外のボール。でもストレートでもね、結構ピッチャーによってはね、癖もありますからね。ええ、そうですよね。今日のゲーム打たれたヒットの数が3となっています。さあ2球目、見ましたがこれはストライク、2ストライクです。さあバッターはどうする。おっと今度は高め、ここは外してきました。さあ次の4球目は、これは変化球、ボールカウント2エンド2。次が5球目、決まった、三振、まっすぐがズバッと決まりました。打順が変わります。後藤、左のボックスです。何から持ってくるか。最初はストレートから持ってきました。ボールカウント1ストライク。バッター後藤、2球目です。変化しました、左方向へ。今のはファウルになります。さあ勝負するんでしょうか。もう1回持ってきました。2ストライク1ボール。次が4球目、さあ打ち上げた、打球は右へ、ファウルです。ファウルになります。依然カウントは2エンド1。あっと空振り三振、3アウトチェンジ。スライダーにバットが空を切りました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。4回の表が終了、バファローズ2回目の三者凡退に倒れています。4回の裏、イーグルスの攻撃、2番からの打順になります。高須、初回の1打席目、セカンドライナーに終わっています。初球大きく外れています。ノーワン。今日の奪三振の数は2となっています。さあ次のボールは、さあこの打球は破った、これはセンターへ転がっていきます。さあヒットになり、高須出れば今日1本目のヒットです。そして打順が変わります。草野、左の打席です。バッター草野、初球はこれも強烈な打球、これはファーストになります。2投目、これは外れてボール。さあ西崎さん、
今日のピッチングはどうでしょう。今のスライダーもいいと思いますけどもね。今日の3回までのピッチング、許したヒットが2本、失点なしの成績です。さあ牽制、ノーアウトです。次が3球目、ランナーがスタートします。バッターは空振り、セーフ、盗塁成功。今のは素晴らしいスタートでしたよ。そうですね。さあリプレイがあるようです。スチールの場面でした。このスチールを無駄にするわけにはいきません。さあ4球目、抑えボール打って、これはピッチャー正面、セカンドランナー3塁を蹴った、中継のセカンドへ、ヒットになります。セカンドランナーがホームに帰ってきました。4対1、センターへのタイムリーヒット。そして次のバッターとなります山崎隆。依然ノーアウトです。どこに入れてくるか。初球から打った、痛烈な当たり、大きい大きい、行ったか入ったか、初球を捉えました。このペースパンがものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。4回の裏、ホームランが出ています。そして今ホームイン、4対3。今のホームランどう見てますか。まあ、変化球が来てですね、それをしっかり打ってますよね。はい、さあホームランのリプレイ映像です。これで1点差に縮まりました。そして次の5番リック、右打席です。バッターリック、どこから行く。まずは初球見送りました。カウント1ストライクノーボールです。今日は3回までを投げて許したヒットが4本、そのうちの3本がこの回ということになります。2球目はどうか、これも強い当たりだ、打球はセンター方向、抑えた、1塁に送ります。これはアウト、貫禄のある守備を見せました。やっぱりガッツというんですかね、いいプレーですよ。はい、これは見ている方も気分爽快です。今の場面もう一度見ていただきます。打順が移ります。フェルナンデス、右のバッターボックスです。6番バッターフェルナンデス、第1球、最初はストライク、ワンストライクです。この回はワンアウトになっています。2球目はどう攻める。これも鋭い当たり、今のが50球目、ファウルボール、ピッチャー有利になったが、空振りの3球三振、ボールの球、スイングアウトの三振です。打順は次に変わります。磯部、ツーアウトになっています。最初のボールは、まずはボールから入りました。1球外しました。ここまで3点を与えています。このボールはどうか、これも強い当たりだ、右に持っていった、ライト線に上がっている、ファウルです。一塁線はファウルになります。さあ3球目はどうか、緩いボール打った、取ってファーストへ、アウト、軽快な守備を見せました。これはもう本当にこう身を挺して取ってますよね。はい、これはリプレイで見てみたいですね。さて試合は1点差となって5回へと進めてまいります。5回の表、バファローズの攻撃、そしてこの回の先頭日高。さあ初球はどうでしょう。最初はストレートから来ました。ワンナッシングです。今日の4回までのピッチング、許したヒットが3本、そして4失点という成績です。2投目、低いボール決まったが、ワンエンドワン。今日奪った三振の数は4となっています。さあ次の3球目、鋭い打球、取った、一塁へ、これは一塁アウト、日高ファーストゴロに終わっています。そして次の9番村松、さあ1球目、まずは見送りました。カウント1ストライクノーボールです。出したフォアボールの数は2となっています。このボールはどうか、コーナーへ決めました。まあ昔と違ってね、今はまっすぐでもまっすぐとは限りませんからね。ですね。次のボール注目しましょう。三球三振、見逃した、最後三振を取ったのはストレートでした。打順がトップに帰ってきます。坂口、これが3回目のバッターボックス、どこから攻めるか。
初球から打った右中間に上がった。ああ、こんなところが悪かったか。取ってこれで3アウト。これ残念ですけどね、これ飛んだとこがね、本当にアンラッキーな打球になりました。5回の表が終了。バファローズ3回目の三者凡退に倒れています。5回の裏、イーグルスの攻撃。8番からの打順になります、鉄平。ここまでのイーグルス、ヒットが4本、そして3点を入れています。一方のバファローズ、ヒットが3本、4得点という内容です。バファローズがリードしています。最初は変化球できました。ワンストライクです。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。第2球、これはこのカーブで追い込んでいます。さあ勝負か、どうする。あっと打った、左へ行った。サードを取った、ファーストへ。一塁、これは悠々アウトです。次のバッターはどうでしょうか。島、右の打席です。これが2回目の打席。最初の1球は何か。初球コーナーをついてきました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。ワンアウトになっています。さあ次はどう攻めるか。低いボール、打球はセカンドへ。取ってファーストへ送ります。島、セカンドゴロに倒れました。次のバッターに変わります。渡辺直樹、右打席です。先頭打者は内野ゴロ、その後続けての内野ゴロで2アウト。最初の1球、初球振りません。ボールカウントノーワン。さあ3回目のバッターボックス。第2球入りました。続けて落としました。ここまで3点を失っています。3投目、外、外れてボール。ワンエンドツーになっています。この回順調に2アウトまで来ました。さあバッティングカウントどう攻める。低め、微妙なところを攻めてきます。さあ何を見せるか。あっと見逃し三振、スリーアウト。これはバッターは手が出ません。5回を終了。イーグルス3度目の三者凡退に終わっています。イーグルス今日初めてのピッチャー交代です。野村、1点差の場面での登板となります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。変速サイドハンドからの七色の変化球に抜群の制球力で打者を翻弄。フル稼働でピンチ脱出のニーズに応える野村再生工場の優良品、小倉久志。さあ1投目、その初球ボールから入りました。ワンボールになりました。今日3回目のバッターボックスです。さあ次はどう攻めるか。今度は内、平行カウント、ワンエンドワン。バッター大引き。さあ3球目、変化球、ボールを操ってきます。さあ4投目、低め打ちました。セカンドへの打球、抑えた。一塁送球、これは一塁アウトです。大引き、セカンドゴロに終わっています。打順が変わります。ラロッカ、右の打席です。どこに入れてくるんでしょうか。まずはストライク、ワンストライク。この回はワンアウトになっています。2投目は、さあこの当たりは取りました。一塁に送ります。アウトです。華麗なプレーでした。いい当たりでしたけどね、この守りでは仕方ないですね。はい、これは見ている方も気分爽快です。さあ今のシーンです。バッター DH ローズ、この前の当たりは芯で捉えたんですが、ファーストライナーに終わっています。第1球です。まずは簡単にストライクが来ました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。
バッターは DH ローズ。さあどうでしょう。今度もストレートできました。このボール球には引っかかりませんでした。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。次が3球目。今のはバッターに当たりそうなボールでした。バッター見送りました。1エンド2です。さあ3回目の打席、バッティングカウントになったが緩いボールできました。ちょっと合わないようです。さあ5球目、これもいい当たりだ。ラインギリギリ。これはファウルボール。ボールカウント2エンド2変わりません。これも痛烈な当たり。ファーストへの打球、ファースト取った。ファーストへ一塁。これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。6回の表までゲームは終了しています。バファローズ4回目の三者凡退に倒れています。6回の裏、イーグルスの攻撃。打順は2番から始まります。高須、バッター高須。さあ初球、高めを打ちました。打球は右、抜けた。きれいに抜けた。今日2打席連続のヒット。さあいよいよピッチャー交代でしょうか。そして次のバッターを迎えます。草野、宮崎県出身。草野、一度の出塁がありました今日のゲームです。さあボールになった。これはセーフ、スチール成功です。さあスチールの決まった今の場面、リプレイでご覧いただきましょう。ノーアウトの場面で盗塁を決めました。今日の5回までのピッチング、許したヒットが5本、そして失点が3あります。際どいコース、ワンエンドワンになりました。いきなりランナー2塁としています。さあ3投目、さあセカンドランナーかえると同点。大きい打球になった。どうやら頭上を越えそうだ。フェンスに直撃した。ボールが返ってきたが、タイムリーツーベースヒット。4対4追いつきました。イーグルスここで同点にしています。さあスコアが変わりました。そのシーンです。同点となったこのゲーム、このままリードを取っていけるんでしょうか。さあホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。山崎、さあバッターボックスです。これが3回目のバッターボックス。第1球はまずは落としてきました。ワンボールです。今日は5回までを投げて許したヒットが6本、この回そのうちの2本がありました。2球目、これはボールです。カウントノーツー。4回の2打席目、ツーランホームランを記録しています。さあ第3球、外への変化球、ワンエンド2になっています。まだアウトカウントはありません。バッティングカウントからの4球目、これも強い当たりだ。これはサードになります。強い当たりはサードゴロになりました。山崎、サードゴロに終わっています。もうちょっと右を意識したかったですね。はい、そうですね。ここまで4点を許しています。まず初球、最初は変化球持ってきました。これは手を出させません。リック、今日のゲームは1回出塁しています。どう攻めるのか。低いボール、打球はライン際、切れるか。ファウルです。一塁線はファウルになります。これも痛烈な当たり、抑えた。一塁送球、リック、セカンドゴロに終わりました。この展開でこの打順、どうしても快音を期待してしまいます。フェルナンデス、そのバッターボックスです。まあここはね、ホームランも期待できますからね。はい、ここは要注意。一発があります。最初のボールを決めました。ワンストライクノーボール。この試合の奪三振の数が4となっています。さあ2球目、おっと、ワンストライクワンボール。今日3回目のバッターボックスです。3投目、インコース低めのストライクは2エンド1。
次の4球目。遠いボール、手を出した。キャッチャー抑えた。一塁に送ります。さあバファローズ、次の攻撃は5番からということになります。7回の表、バファローズの攻撃。バファローズのトップバッター、カブレラ、先頭バッターとして塁に出たい、このバッターボックスです。まず外から入りました。ワンストライク。今日は1回を投げてヒットは打たれていません。失点はありません。2球目、もう一度同じコース、外へ2つ続けました。さあ1球様子を見るのか。ここは見ます。この球はボールになります。さあ4投目、外れてボール。ツーストライク、ツーボール。次が5球目、打ちました。ライン際の当たり、切れるか。ファウルボール。依然2エンド2。外への変化球は決まりません。西崎さんにお伺いしましょう。このピッチングはどうご覧になってますか。はい、カットボールが非常にいいですけども。はい、いいカットボールを投げてきます。さあ次で決着なるか。鋭い打球、打球はサードへ、抑えた。ファーストへ、一塁、楽々アウトです。次のバッターです。浜中、右バッターボックスに入ります。バッター浜中、どこに入れてくるか。最初から丁寧に攻めてきます。ボールカウントワンストライク。このゲームの解説は達川光雄さん、西崎幸洋さん、お二人でお送りしています。第2球、今のは外に外れていたでしょうか。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。これはスライダー、2エンド1です。次の4球目、この球は逃げてきます。平行カウント、2エンド2。さあ何を見せるか。これも強い当たりだ。打球はセカンドへ、取った。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。浜中セカンドゴロに終わっています。そして次の7番後藤、ツーアウトになっています。さあ初球はどうでしょう。初球ストライクを取りました。ワンナッシングです。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。2球目はどうか。高めに決まりました。カウント2ストライク、ノーボールです。次はどんなボールを持ってくるか。これはカーブでしょうか。ボールにしてきました。さあ次の4球目は、しかしこれは決まりません。2エンド2になっています。さあ5球目、まっすぐを打って打球のラインには左に切れるか。ファウルです。依然2エンド2、変わりありません。今度もいい当たり。ボールカウントは変わっていません。低めを打って左方向、後ろに下がった、下がった、あーっと落ちた。ワンバウンドヒット、後藤レフトへヒットを打ちました。さあランナーが出ました。日高、左の打席に入っています。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ファーストゴロに終わっています。何を投げてくるか。この打球はファウルになります。4対4、依然同点。さあこの試合どこで動いてくるのか。あーっと高め、シュートで追い込んでいます。次の配球は、この球は見ます。バッテリー外してきます。次の4球目、ここは変化球、ツーツーです。次が5球目、なんとスイングアウト三振、スイングアウト。
ボール球を振ってしまいました。三振の場面、そのリプレイです。さあイーグルス、次の攻撃は下位打線からとなります。バファロー今日最初のピッチャー交代です。菊池春同点という場面、マウンドに上がります。イーグルス打線をどう抑えてくるんでしょうか。全ての球種が極上の切れ味でコーナーをえぐり、攻略は至難の技。無尽蔵のスタミナも武器に窮地を救う熱腕サウスポー菊池から強し。第1球はまずはまっすぐから入りました。ワンストライクノーボール。さあ3回目のバッターボックス、次の2投目、膝元ワンエンドワンになりました。ここまでのイーグルス、ヒットが6本、そして4得点です。外、これは外れます。ワンストライク、ツーボール。攻撃中のイーグルス、前のイニングは1つの残塁。しかし、1点が入っています。またストレートできました。平行カウント、2エンド2。さあ、5球目。見送った。最後はまっすぐで決めました。バッターデッペイ、7回の裏ワンアウト。5回の前の打席、サードゴロに終わっています。初球ストレートできました。カウントノーワン。8番バッターデッペイ、2球目、高めのボール球振っていきました。今の変化球なんですけどね、全く合ってませんからね。ええ、変化球空振りです。まず先頭バッターから三振を奪っています。高めのインコース、カウント1エンド2。ワンアウトになっています。さあバッターちょっと有利か。これはバットが回りました。このボール球を振らせました。次が5球目、フルカウント、2-3です。さあ2エンド3、打っていった。三遊間はどうだ。ショートが抑えます。ファーストへ、一塁アウト、アウトです。次のバッターはどうでしょうか。島、7回裏2アウトです。これが今日3回目の打席、何を投げてくるか。初球見送っていきます。ボールカウント1ストライク、2アウトになっています。第2球、なんと体に近いところ、今度はインコースに持ってきました。1ストライク1ボール。バッターは9番島。さあ3球目、アウトコース打って、この当たりはセンターへの打球、前に突っ込む、取りました。これで3アウトチェンジ。さあバファローズ、この後9番から始まります。イーグルス、この試合2回目のピッチャー交代です。山村、8回の表同点の場面で登場します。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。野村再生工場でピッチングの質を磨く、多彩な変化球を駆使した左右と高低の揺さぶりがどれだけ精度を高めるか。山村博樹、まずは初球見送りました。わずかに入りません。9番バッター村松、第2球はどういく。スライダー、ワンエンドワンです。8回の表、バファローズの攻撃。さあ3球目は強烈な当たり、ファーストが取ります。強烈な打球でしたがファーストゴロです。一塁、これはアウトになります。次のバッターです、坂口。このゲームはここまで2打数1安打、どこに出てくるんでしょうか。まずはストライク、ワンストライクです。これが4回目の打席、次のボールは外のボール、振らせました。変化球を続けました。際どく攻めるのか。低めのボール打って高いバウンドになりました。ファースト取った。坂口、ファーストゴロに倒れました。
そしてバッターは2番大引き、右の打席です。今日はここまで3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。初球シュートから入りました。厳しいところに決まりました。早くも2アウトにしています。さあ次のボールは、さあいい当たりだ、抜けた、間をきれいに破りました。2アウトから塁に出ます。打ったバッターは2塁へ向かいます。ショート中継するがこれは2塁間に合わない。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、まあフォークボールをねうまく打ったと思いますけどね。はい、その球をヒットにした今の打席です。そしてホームランを期待できるバッターの登場となります。ラロッカ、そのバッターボックスとなります。この前の打席はいい当たりだったんですがショートゴロに終わっています。本当にねいい当たりだったと思いますけどね。初球ストライク、ワンストライク。今日は打点を4つ上げています。2投目はこれはスライダー、2ストライクノーボール。キャッチャーの要求は慎重にコーナーをついてきます。これバット出ますけどね。はい、手を出しませんでした。さあ次の4球目は、うん、ボールです。まあピッチャーからすればね振ってほしいと思いますけどね。はい、最後まで見ていました。さあ何を見せるか。打ちましたが右方向、セカンドゴロです。ファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。ゲームは8回の表を終了、バファロー0点で攻撃を終了しました。バファロー、ここで3番手ピッチャーに変えます。山本、8回の裏同点の場面で投入します。イーグルス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。豊富な経験と自在な緩急で緊急事態に冷静に対応、危機回避術に長けた頭脳派左腕山本翔吾。初球は変化球でまず空振りです。ワンストライクノーボール。5回の打席、見逃しの三振に倒れています。変化球、右への打球になりました。取りました。一塁送球、渡辺ファーストゴロに終わっています。そして次の2番高須、右の打席に入りました。高須、ここまで2回塁に出ています。何を投げてくるか。最初は外に持ってきました。ボールカウントノーワン。2番バッター高須、2球目はどう攻める。外の次は村本、カウントワンエンドワン。この回もまずワンアウトを取っています。さあ次の3球目、ここは大きな変化球見せました。カウント2エンド1。さあ4球目、あっと痛烈な当たり、取った。一塁へ送ります。一塁はアウト、余裕がありました。そしてクリーンナップへと続きます。草野、左ボックスに入りました。今日は2打点を挙げています。最初のボールは詰まっています。左へ、取った。一塁に送ります。あっと落球だ。これはショートにエラーが記録されます。さあホームランで試合の流れを変えてくるんでしょうか。山崎、そのバッターボックスです。初球はどうか。初球はボールになりました。ワンボールになりました。今日はホームランを1本打っています。2球目はどうでしょう。しっかり捉えた。今のはねフェアグラウンドに飛ばしたかったですよね。はい、はい、この変化球は枠の外、ワンエンドツーになりました。バッターは DH 山崎武史。牽制、一塁はセーフです。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後エラーでランナーを出しています。しかしこれはボールになります。ワンエンドスリーになりました。なおもツーアウトです。さあ5球目、決めてきます。これではバットが出せません。ツースリーからの6球目、あっと三振、これでスリーアウトチェンジ。最後見送ったのはスクリューでした。
さて試合は同点のまま9回最終回へと入っていきます。ご来場いただきましたご声援ありがとうございます。イーグルス4番手のピッチャーに変えてきますドミンゴ・グスマン。最終回同点という場面でマウンドに上がります。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。好調時は手がつけられない快速球とチェンジアップ。2桁勝利の実績を森の都で見せてくれドミンゴ。初球はまずこれは大きく外れました。バッテリー1球外してきました。さあ今日のバッティングなんですが3打数でノーヒット。ここまでまだヒットがありません。やっぱりこのノーヒットで終わりたくないでしょうね。はい、インコースはどうか。149キロです。今日はここまでノーヒット。次が3球目わずかに外れてワンツーボールカウントワンエンドツー。ここまでのバファローズヒットは5本、4得点という内容です。一方のイーグルス打ったヒットが6本、そして4得点です。外へ2エンド2になりました。次が5球目鋭い打球、打球は1、2塁間へ取った。しかしセカンドが取っています。ファースト取ってこれはアウトです。次のバッターが入ります。カブレラ右打席に入っています。どこから行く。最初は内から入りました。ワンナッシングです。ここまではノーヒットで来ています。2投目はストレートを打って右方向へ。さあ前に出ます。ヒットになる。さあランナーが1人出ました。浜中9回の表ワンアウトです。今日はヒットがまだありません。さあ初球はどうでしょう。初球簡単にストライクを取ります。ワンストライク。依然ワンアウトです。次の2球目まっすぐを打ってライトに上がった。下がる下がる下がる。ワンバウンドヒット。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。ヒットになった。三塁これはセーフです。さあワンアウトランナー三塁一塁。そして7番後藤、そのバッターボックスとなります。この最終回のチャンスはね絶対リードしたいですよね。ですね。ここはランナーを絶対に返さなくてはいけません。後藤今日は1回塁に出ています。どこから攻めるか。打って打球は左へ。サード後ろに下がります。まあ引っ掛けたと思いますけどね。取ってこれで2アウト。後藤サードフライに終わりました。そして8番日高、その注目のバッターボックスです。まあこういう状況でね回ってきた打席ですのでね何とかしたいですよね。はい、このチャンスで今日の初ヒットとなるんでしょうか。まずは外から来ました。これはボール球振らせました。2アウトになっています。2球目はどうか。緩いボールを持ってきました。タイミングが合いません。次のボール注目しましょう。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。低めだけで三振を取りましたよね。はい、ここは三振です。最後に空振りを奪ったただいまの三振です。さあイーグルスこの後5番から始まります。バファローここで4番手ピッチャーに変えます。三葉9回の裏同点の場面でマウンドに上がります。さあそのピッチングを見守りましょう。打者の空気や状況を読み間合いとフォームに変化をつけて料理する投球術クレバーウアン三原敦弘。このゲームはここまで3打数1安打。さあ初球は手を出しません。この球は外しています。5番バッタービッグ第2球低いボール左方向取ってファーストへ。これは一塁アウトです。ビッグショートゴロに倒れました。そしてバッターは6番フェルナンデス右のバッターボックスに入りました。まずはストライク。でも力強いねスイングしてますよね。はい、残念ながら捉えられませんでした。まず先頭バッターを打ち取っています。次の第2球変化球外れました。これも外目に行きました。今日のバッティング3打数ノーヒット、そして三振が2つとなっています。インコース思わずバットが出ました。これで追い込みました。
さあ4球目、空振り、ボール球に思わず手を出してしまいました。打順が移ります。磯部、7回の3打席目、見逃しの三振に終わっています。最初のボールは高いボールを打ちました。滝上、今日の成績をご紹介しましょう。3打数でノーヒット、まだヒットは、鋭い当たり、セカンドへの打球、セカンドが抑えます。9回の表裏を終了、イーグルス三者凡退に終わっています。イーグルス、この試合4回目のピッチャー交代です。今夜同点の場面で登場します。果たしてどんなピッチングを見せるのか。桁外れの剛球で打者を震撼させる右の剛腕、守護神定着へ好機到来、小山慎一郎。ノーアウトランナーありません。1投目はどうでしょう。初球振りません。151キロです。今日4度目のバッターボックス、次のボールはストレートを打って滝は左、ショートが抑えます。ファーストへ送ります。アウト、村松ショートゴロに終わっています。次のバッターが入ります。坂口、今日はツーベースを放っています。まず初球、低め落ちました。落ちた、センターの前に落ちた。さあヒットになった、勝ち越しのランナーが出ます。センターへのヒットになりました。丁寧さはあるんですけども、たまに抜いたボールがあるんですよね。そうですか。で、その球を打たれました。まずはボールから入りました。ノーワンです。4対4、依然同点、試合は動きを見せません。まっすぐを打って、これは低い当たり、さあファーストランナー二塁を蹴った、ボールは中継のセカンドへ、攻撃、センターへのヒットが出ました。この場面での一発は果たしてあるんでしょうか。ラロッテ、さあバッターボックスです。ここまでの全打席です。タイムリーヒット、そしてなんとダブルスチール、これは外れた、三塁キャッチしてアウト、盗塁は失敗。もう一度振り返りましょう。バッターラロッカ、さあ次はどう攻めるか。これは変化しました、ワンストライクワンボール。今日5度目のバッターボックスに入っています。さあ3球目は変化球、打ちました、打球はセカンドへ、抑えた、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。10回の表が終了しています。バファロー、得点はありませんでした。バファロー、またピッチャーを変えていきます。加藤大輔、同点の場面で登場します。イーグルス打線をどう抑えてくるんでしょうか。浮き上がる感覚の剛速球に揺れ落ちる魔球、ナックルカーブ、桁外れの決め球で反撃阻止にラツアンを振るい、勝利を安泰にする守護神加藤大輔。まずは初球、まずはまっすぐから入りました。ボールカウントノーワン、これが4回目の打席。第2球はどういく、見ましたがストライク、ワンエンドワン。7回の第3打席、ショートゴロに倒れています。これはボールになります。ワンエンドツーになりました。このゲームはここまで3打数ノーヒット、まだヒットが出ません。バッティングカウントからの4球目、外のボール、ツーツーです。さあ5球目、あっと空振り三振、先頭バッター三振に切って取りました。さあバットが空を切った場面、もう一度ご覧いただきましょう。これ変えますかね。ああ変えますね。さあホームランが出るとサヨナラという場面、イーグルス、ここでとっておきのピンチヒッターを送っていきます。豪快なスイングとパワフルな打球は敵の脅威、スラッガーとしての輝きを叩き起こせ、剣士。剣士、14年目のシーズンとなりました。さあどこから来るか、真ん中打って左へ行った、これはワンバウンドしています。一塁へ送ります。一塁、これは悠々アウトです。そしてバッターは1番渡辺直人、右バッターボックスに入ります。最初の1球は何か、最初は見ていきます、この球はボールになります。
今日はまだヒットがありません。2球目、これは外れた。ノーストライク、ツーボール。ツーアウトになっています。次が3球目、これはボール。3つとも外れました。次は今日当たってますからね。ああ、次のバッターとはランナーがいない状態で勝負すべきだと。はい。渡辺直人、それにしても6回の守備、これは見事でした。外に決まりました。ワンスリーです。トップバッター渡辺直人、次が5球目、これは変化球。ボールカウント 2-3。ストライクが2つになった。高めのボールを打った。この打球もショートに転がります。一塁送球。さあ、バファローズ、この後 DH から始まります。イーグルス6番手ピッチャーに変えます。長い同点の場面で登場します。バファローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。球持ちが良く、打席では見た目以上の球速、まとまりの中にさらなる進化の可能性が見える。ルーキーイヤーの自信をバネに大きな飛躍を目指す右腕長井聡。最初はスライダーできました。ボールにしてきました。この前の当たりは芯で捉えたんですが、セカンドゴロに倒れています。2球目です。ここはカーブできました。2球目はこれは外れました。バッターは DH ローズ。さあ、第3球、インコース、ボール。ノーストライク、3ボール。4-4、依然同点のまま試合が落ち着いています。さあ、4球目、低めの球、ストライク。ボールカウント1&3。ここまではノーヒットできています。さあ、5球目、あっと低め、2ストライク、3ボール。さあ、2エンド3、ファーボールです。トップバッターにファーボールを与えました。そしてバッターは5番カブレラ。カブレラ、ここまで出塁は1回という内容です。どこから行った。最初のボールを決めました。厳しいところに決まりました。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。どう攻めるのか。カットイン、当たり、サードです。カット抜けた、抜けました。ショートが中継。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。カブレラ、レフトへヒットを放ちました。さあ、つなぎました。浜中、このチャンスは生かしたい。勝ち越しのチャンスです。ノーアウトでランナーが2塁と1塁にいます。さあ、初球です。まずはインコース、ワンボールになりました。浜中、一度の出塁がありました。今日のゲームです。これは外れます。ノーツーです。依然ノーアウトです。次が3球目、この変化球は枠の外、これはいけません。フルベースは避けたいですね。今日のバッティング4打数1安打、ボールカウントが3つ、中へのストライク、ワンエンドスリーになっています。今日の全打席をご紹介しましょう。セカンドゴロ、三振、セカンド、あっと打った、右へ前進、前進、取って2塁へ送ります。2塁アウト。真中、ファーストゴロに倒れました。ワンアウトランナー3塁1塁。そして打順は7番後藤、その注目のバッターボックスです。こういう状況はね、繋いで繋いでいきたいですよね。
初球から打った痛烈な当たり、打球はライトへ、鋭い打球です。これは素晴らしい。さあ打ったバッターは二塁を狙ったらやった。タイムリーツーベース。5対4、1点を追加します。延長戦1点をリードします。さあ得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。ここで勝ち越し成功。試合はこの回で決着なるんでしょうか。そして打順は8番日高。さあバッターボックスです。まあこの状況であればね、点差を広げていきたいですよね。はい、ここは点にできる場面になります。初球ストライク、ワンナッシングです。今日はまだヒットが出ません。次の2投目、村本平行カウント、ワンエンドワン。日高、今日はまだ塁に出ていません。さあ3球目は高めの球、ツーエンドワンです。次が4球目、高め、平行カウント、ツーエンドツー。次が5球目、これも強烈な打球、打球はライトへ上がってどうだ。カウントそのまま2エンド2。今度もいい当たり、ライトへ上がっている。さあセカンドランナー3塁を回ります。これでこの回3本目のヒット。今セカンドランナーもホームイン、タイムリーツーベースヒット。7対4、走者一掃のツーベースヒット、2点を追加。その差は3点になりました。さあスコアが変わりました。そのシーンです。試合は1点、リードが入れ替わりました。イーグルスピッチャーが変わります。川岸、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。バファローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。魂を込めたボールで強気に打者の懐攻め、マウンドで勝利の地固めを行う炎のサイドハンド、川岸剛。この回勝ち越しを許しています。最初の1球は何か、まず変化球を見せてきました。ワンストライクです。さあ5回目のバッターボックス、第2球、低めのボール打った、これはピッチャー、これはセンターに抜けます。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。さあワンアウトランナー三塁一塁、ダメ押しのチャンスとなりました。今日はツーベースヒットを打っています。1投目、ファーストランナースタート、三塁にランナーいるがストライクになった、これはセーフ、盗塁成功。さあ今日のバッティングなんですが、4打数2安打。インコース、これは外れます。2球ともインコースを攻めています。先ほどの打席ではセンターへのヒットを放っています。空振りです。これで2ストライクと追い込みました。次の4球目、ガッとインコース、危ない、変化球をここで見せます。2ストライク2ボール。さあ何を見せるか、ガッとこれは強い当たりだ、ライトへの打球になった、このランナーがホームベースを踏みました。8対4、ライトへのタイムリーヒット、また点が加わります。4点差に広がりました。そして打順が変わります。大引き、右打席に入っています。この回失点が続いています。さあ1球目、最初はストライク、今のは反応できませんでした。今日6回目のバッターボックスに入っています。2球目です。低めインコース、1球2球と簡単にストライクを取っています。追い込んだが、これも痛烈な当たり。さあ第4球、ファーストランナースタートします。サードランナーはこれはボール、これは盗塁成功、余裕がありました。さあ5球目、変化球、左に持っていった、レフトに上がった、あっとサードランナータッチアップしている、ボールは中継のショートへ。いやー西崎さん、アウトを取りましたが、今のボールは、スライダーじゃないですか。ああスライダーでしたか。アウトが一つ増えて次のバッターです。ガロッカ、前の打席なんですがセカンドゴロに終わっています。最初の球は最初のボールを決めました。ボールカウントワンストライク。今日
今日ここまでは5打数2安打ホームランが1本あります。見送った。ボールカウント1エンド1。次のバッターで打者一巡となります。外を。さあバッター追い込まれています。さあ4投目。やっと鋭い打球だ。レフトへ。レフトへ上がった。やりました。スリーアウト。チェンジ。さあイーグルス、この後2番から始まります。バファロー、ここで6番手のピッチャーにスイッチします。ユーキ、4点リードの展開ですがここで投入します。さあ最終回、注目のピッチング。140キロの剛球と80キロ台の超スローボールで三振の山を築く。バファローズ勝利のため再びマウンドに上がるユーキ。初球です。初球振りません。ボールカウントノーワン。11回の裏、イーグルスの攻撃。さあ次はどこへ行くか。これはカットボールでしょうか。ワンエンドワンになりました。バッターは2番、高須。さあ第3球、高めに持ってきました。2エンドワンになりました。さあ第4球、ボールです。2エンド2になりました。さあ何を見せるか。低め打ちました。取って一塁に送ります。アウト。ナイスフィールディング。今のプレーあたりはね、本当ファイトあっていいですよね。はい、気持ちのいいプレーでした。さあ今のプレーご覧いただきましょう。次のバッターはどうでしょうか。草野、7回の3打席目、結局エラーで塁に出ています。初球はどうか。その初球は変化球でした。この球は外しています。今日5度目のバッターボックスに入っています。どこに構えるか。外れました。ノーストライク2ボール。3番バッター草野。さあ3投目、これはストライク。カウント1エンド2。今日は2打点という内容。さあバッター有利か。さあいい当たりだ。打球上がって右中間へ。追っていきます。さあヒットが飛び出した。さあバッターランナーは2塁へ。ボールが返ってくる。ツーベース。ライトオーバーのツーベースヒット。さあランナーが出ました。山崎隆史、ランナーを返したい。このバッターボックスになります。1投目はどうでしょう。初球外してきました。ここは1球外します。ここまでの全打席です。サードゴロ、そしてツーランホームラン、サードゴロ、そして三振。4打数の1安打。ストライクです。ワンストライクワンボール。先頭バッターは内野ゴロ。その後ツーベースを打たれています。アウトコースストライク。さあここは追い込まれていますが、次が4球目。これは外れました。ツーツー。さあ5球目、まっすぐ打ちました。これはスタンドに入ってファールボール。依然2エンド2、変わりありません。変化球できました。ボールカウント2-3。どちらが勝つか。できました。ピッチャーの横、取って一塁へ。一塁アウト。ランナーその間に三塁へ。そして次のバッターとなります。リック、ランナーを返したい。この場面となりました。あと一人で勝利となるが、外から攻めていきます。カウントワンストライクノーボールです。
2アウトになっています。2球目はどう攻める。あっといい当たり、右中間、打球が上がった、サードランナー今ホームイン、タイムリーツーベース、8対5。これがただいまの得点シーンです。これで3点差に変わっています。この一発が欲しい場面、ここで登場です。フェルナンデス、そのバッターボックスとなります。初球見送っていきます。際どく外れた。ここまではノーヒットできています。さあどうでしょう。ストライクになります。カウント1エンド1。すでに1点を失っています。さあ第3球取りました。一塁に送ります。これで3アウト、ゲームセット。今日のオープン戦は8対5、バファローズの勝利となりました。勝利監督インタビューが始まっています。さあ楽天対オリックス、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は勝川光雄さん、西崎幸弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポーターの2人もご苦労様でした。ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。